ちょっとね、風が強いけどね、花博の記念公園やってきましたけどね。誰も歩いてませんね。公園の、ね、どんなに歩いてるかわからんな。規模がわからんもんな。誰も歩いてないよ。あの建物なんだ？大きな、ね、うん、塔を水路に帰ってきてるな、これ塔な。わからんけど、この状態見てみよう。こんな広がったんだ。私が来た時ね、駐車場だったからやな。ちょっと歩いたけど、こんな広かったっけ。歩いてないね、あの時はね。記念公園はね、イメージなんか狭かったんやけどね、僕は土を持ってやってやね、ここはそうやろうな、これは。そこの横でね、花が今度来てないのかな。後で来た時見たんかな。ここはなんか、いろんなね、有害物質が出てきたり、なんか当時大騒ぎしてたけどね。こんな広がったんですか。失礼しました。いやいや、下に一羽だけね。どうしたの。広いんですよ。まだまだ広いよね。これいいぞ。すっごいやろ、ここ下歩いてみようね。この木何の木なんでしょうね。ネムの木。なんだろう、どこあんのかな、これ。ああ、これこういうモニュメントでございました。登ってはいけません。はいはい。いや、向こうの方見えてんねやろ、違うのかな。そやな、見えてんねや、何にもないねや。あ、何にもね、何にもないんですわ。ここ真ん中歩いてていいですか、すんまへん。歩いてみましょう。ね。すごい。今どこなんだ。ね。ここ一番右か。ほんで私が入ってきたのどこや。わからへんのよ。こう記念ホールやから中央ゲート。来た。東。これがちょっとね、舐めてきましたね、今日。2、30分で回れるようになってきたら、こんな広かったんかいね。まあ、カラスがうるさいことね、上。これ。これかな、昔に。なんか、有害物質が出たのであんなに埋めとったんか。ね、埋め立て、山埋め立て言うて。苦しいな。いやいや、これはね、こんなに広いと思ってきてなかったんでびっくりしましたわ。おお、山が出てきました。山山。
この辺から来たんだけどね、あの遠いところからね、学校に帰りましょう、こっちから。はいはい、こっちへ行こうか、山から。レストハウス、いや開かなかったんやろな、これ。だいぶショートカットで池の周りに出てきたんでね、ショートカットや。あまりの広さにもう火炎にかかってるね。後がついてきてる。もうないよ。何もないよ。縦横がね、どれくらいあるんだろう。目視で300メートルとかね。長さが400メートルぐらいあるのか。広いですこれ。石垣積んでるぜ。もう電池が切れるぞ、こりゃ。電池がね。はい、一周回ってきました。いや、この広さにはびっくりやね。一周で半周やな。